こんにちは、リンクマンです。ゆずきひろみです。はい、今日は、うん、はい、マックのお話、マックのお話をします。じゃあ、まあちょっと、1月にですね、うん、新しいマック出たんですよ。出たね。出たんですよ、うん、急にですけど。急に出ました。で、まあちょっと我々の動画の方ではちゃんとお話ししてなかったんで、しっかりマックのお話をしながら、うんうん、これから、うん、マックを変えたい、まあ、新生活、まあ、4月からはこれからだよね。これからマック新しいのを買いたいなと思っている人に、うんうん、まあこういう人にはこれがおすすめですよっていう我々のなんかちょっとレコメンドをちょっと、レコメンド、はい、ちょっとお届けしたいなと思います、はい。ガジガッチ、はい、というわけでまずは1月に発表された Mac のおさらいをしてみたいと思いますが、まず今回 M2 シリーズの中で、はい、上位モデルが出たんです。まだ出てなかったね。まだ出てなかった M2 Pro と M2 Max っていうチップが発表されて、うん、まあそれを発表に合わせてそれを搭載する Mac が発表されたというような感じになっておりまして、はい、で、M2 Pro の方には今回ね、うん、Mac Mini が、今まで Mac Mini って M1 しか積んでなかったんですよ。だから一番エントリーモデルのみだったんですけど、うんうん、今回は M2 チップを搭載したモデルと、うん、M2 Pro を搭載したモデルが、はい、Mac Mini に登場しました。この間聞かれたんですけど、はい、Mac Mini って何なんですかって聞かれたの。おというのも、要するに MacBook でやっぱりそのモバイルできるパソコンじゃないですか、ね、うん、Mac Mini ってどうやって使うんですかって聞かれたんですけ ど、 なるほど、まあ、その Mac Mini は実はディスプレイが別に必要な、うん、そうですね、パソコンってことですね、ディスプレイ、あとキーボードもマウスとかも全部ついてないです。だからもう要するにこう動くための本体だけあってそこにいろんなものを自分でこうアクセサリーをつけていくっていう ね、まあ、うね、最小構成の Mac って言っても過言ではないかもしれない、うん、それが Mac Mini、 Mac Mini で、これディズニーファンが結構います。まあこれはデスクトップ機が欲しい人ってまあ一定の割合でいるんですよ、うん、でもちろんこうやって今手元にあるのはノート型のパソコンですけど、うんうん、デスクトップが、ね、で今まで M1 しかなかったので、まあ、ちょっとパワーが足りない、例えば動画編集をやるにはちょっと M1 だとっていう人の場合はデスクトップ機使いたいけど、うん、ちょっと敬遠してたという人がいるかもしれないですけど、今回は M2 Pro っていうね、まあは上位のチップを積むことになったので、はい、これはなかなかいい、うん、いい選択肢になるんじゃないかな。まあ我々みたいにこう移動して何か作業することを前提にやる人っていうのは、うん、もうもちろんこういう折りたためるタイプのものを、そうね、こうやってもう持ってっちゃった方がいいからね。だからまあそれでももちろんこの Apple の場合はこの、うん、ブックタイプが非常にパワフルであるっていうことがやっぱりいいポイントなんですけど、うん、いい Mac mini みたいに机からまあ離れる気はないんだけど、うちに帰ってまたは仕事場でそれをゴリゴリ使いたいっていう人には、そうだ、ね、家とか、まあ、会社職場とかにまあ据え置いて、うん、まあ、自分の好きなディスプレイ、まあ、ね、ディスプレイの場合ってあの Mac の場合今一番大きくても16インチしかノート型はないので、うん、そうそう、それを外付けのディスプレイ、大きいディスプレイで作業して32インチとかドーンとウルトラワイドとか使いたい人は逆に言うとマックミニみたいな構成にして自分でそういう風な、う、ね、あのカスタマイズをして環境を構築するっていうのにはとてもいい選択肢、まあ、もちろんねこの、うん、MacBook にディスプレイを外付けに出すっていうこともできるので、ただ、ね、何がいいってね、うん、お安いのよ、そうなのよ、 Mac mini は、 Mac mini はお安いのよ、ここ結構ポイントで、そう、これはポイント、なんかほら最近 Mac 使い始めたから、うん、Mac mini の存在知らないって人が結構いるってことにこの間気づいたの ね、 うね、うん、でやっぱりさノート型になるとやっぱりディスプレイもついてくるし、まあこれかなり高精細のディスプレイがついてくるんで、うん、いろんなものがついてくる、どうしてもちょっと高いなと思う人はいると思うんですよね。そうそう、だから自宅に例えば作業環境があって、うん、動画とかもゴリゴリやるけど別に外ではもうやらな い、 やらない、うん、でもう自分の使ってるディスプレイも気に入りの、うん、まあ、キーボードもありますという時には、うん、Mac mini が一番ぴったり。 Mac mini は据え置き機としてはなんか今回 の、 その M2 Pro が出て、うん、バリエーションが出たことで結構これはいい機種になったなっていう感じはします、ね、で Mac mini っていう名前の通り実は筐体自体もそんなに大きくなくて、うん、大きくはない、薄っぺらいんですよ。薄っぺらいんですよ。で薄っぺらい。なんか昔はほらデスクトップ機とかドーンドーンドーンみたいなイメージがあって、もちろん今でもね、うん、ハイスペックパソコンはそうですけれども、うん、Mac mini は非常にコンパクトでインテリアにも馴染むしすごく美しい、うん、いいチョイスになるんじゃないかなと思います、うん。
ガジェタッチ。続きまして、M2 プロ、M2 Max を搭載した、MacBook Pro、うん。これ14インチと16インチ。まあ、これは M2、M1 があったんですよ。M1 のシリーズであった M1 プロ、M1 Max のやつのバージョンアップ版ですね。これ実は M1 のプロってもう一昨年になるんだよね。あ、そうか。2021年モデルだから。の冬頃に出ていますので、はい、意外ともう、時間経ったなっていう感じ。そうか。ちなみに僕が持っている、うん、この今手元に持っているのが、M1 Max の14インチ MacBook Pro。はい、まあ、M1 と M2 っていう数字のこのぐらいがあって、その中でのプロなのか、Max なのかっていうことですね。ということで、で、いわゆる僕の、いわゆる上位モデルが出たよと。うん、これの上位モデルが出た。上位モデルっていうかバージョンアップですね。いわゆるチップが変わったという、うん、M2 になったという。で、M1 と M2 の差っていうのは、うん、実はですね、すごいあるわけではないと、うん、20% ぐらいですかね、まあ、高速になってる、まあ、はい、いろいろ含めてですけど、まあ、そういうことで言うと、うん、M1MAX の MacBook Pro だよね、これ、はい、MacBook Pro の M1MAX を満を持して買った人は別に M2 の MacBook Pro にM2 プロの MacBook Pro に、これ何度もプロ言わなきゃいけない。M2 とか M2、M2 Max はね、大変なんだけど、ね。これが M1 ね。M1。新しいのが M2。うん、MacBook Pro、MacBook Pro の同じ、こう、格上げのものに変えるかって言われると。と、うん。うん。まあ、そこまで、この今回のバージョンアップでは、あの、そこまでいかなくてもいい。まあ、ただ、ラインナップとして、毎年とか、まあ、1年に1回とか、うん、1年半に1回ぐらいのバージョンアップで、まあ、それだけ 20% とか高速にはなってるので、はい、もちろん、まあ、その高速っていうのが、まあ、何を高速にするのかっていうことなんだけど、うん、例えば、動画をたくさん編集する、うん、で、まあ、結構 4K とかね、解像度の高いものとか、うん、場合によっては 8K とか、そういうものを編集している人が、もう1時間、2時間編集してて、うん、最後の書き出しのスピードが 20% 速くなる、はい、そのぐらいの感じ、そういう感じです、うん、それをどう捉えますかということですが、うん、まあでも新しくなったわけですよ、うん、で14インチも16インチもバージョンアップしたんですが、あのデザイン自体は全く変わっておりません。ただ、中身のチップが変わっているので、うん、まあそこら辺をどう皆さんがお考えになるかということなんですよ。M1 のシリーズが2020年に出てるんですけど、うん、これはもうアップル独自の新しいチップっていうことですね。新しい、まあアップルが独自に設計をした、チップなんです。チップです。で、それまでっていうのは、うん、まあ皆さんご存知、インテルっていう、インテル入ってるのね。あの、インテルのチップを Mac に入れて、搭載して使っていたんですよ。で、まだね、うん、結構インテル搭載の Mac を使っている方多いと思うんですよ。その時言ったら、結構なさ、お金をかけてさ、買ってる人も多いと思うんですよ。タッチパネルとありましたけど。まあ、それをいわゆるインテル Mac みたいな言い方、うん、インテル Mac と M2 Mac っていう言い方を我々はしてたりするんですけど、うん、そのインテル Mac を割と長く使ってて、そろそろもうちょっと新しい Mac にしようかなって思ってる人だったら、う、ね、うん、これは買っていいんじゃないかなと。そろそろ、うん、あの、やっぱりさ、M1 が出た時って、うん、まあ皆さん、一番懸念してたことは、はい、まあ自分が使っているソフトが対応するのか、うん、ゴリゴリ使ってる、それがなんか M1 にちゃんと最適化されてるのかとか、M シリーズのね、チップ。で、もう M1 が出て、それこそもう3年ぐらいになるわけじゃないですか。もういよいよですね、うん、結構いろいろ環境は整ってきたんじゃないか。そうなんだよね。ということで、ほとんどの ソフトとかは動くようになってると思うんですよ。うん、ました。なので、あの、もうそろそろインテル、うん、いや、僕はインテルを使ってたけども、うん、ちょっと気にはなっているという人は、うん、そろそろこの M シリーズの、ね、Mac っていうのを選択肢に入れていいんじゃないかな。だから2017年とか、うん、18年、19年頃の MacBook Pro を使っている人は、うん、まあ、一足飛びにかなりいい感じになると思うよ。正直言ってですね、インテル Mac から M シリーズのものやると、ものすごく体感が変わります。もうそれは、もう電力量であったりとか、あと本当に作業してる時の、もうポインター、マウスのポインターがこうついてくるかどうかのスピードに自分が追いつけないぐらい早い。でね、うん、あとね、インテル Mac 僕も使ってたんで、うん、もうよくわかる。MacBook Pro よく使ってたんですよ。ファンがすっごい回るじゃないですか。それだ。それそれ。もう、これよ。うん、もう何にもしてないのに急に回り出すことありませんか、うん、まあ、あれはだから当時パワフルな その Mac でいるためにそうやってこう冷却するものが必要だった。あの、やっぱり電圧をかけてね、どんどん回さなきゃいけない、熱が発生する、ファンが回る、まあまあしょうがなかったんですけど、これが
ほぼ起きません、この M シリーズは。あのね、こう宅録の時とか大変だったんです。あの家でナレーション撮りたいなと思ってやると、う、ね、もうそのブオーンっていうのが入っちゃう。入ってる。それが、うん、まあ、あのもちろん動画の書き出しとか、はい、フルスペックでもうなんか物事を動かすみたいな時にはファン回りますよ、うんうん、で、まあ、多少うるさいと感じる方もいるかもしれませんが、普通の作業をしてる時に、そうね、僕ファン回ったことないんで、ない、聞いたことがない。 M1 MAX ですらファンを回ったことがないんですよ、うんうんうん、僕が、あの、いつもファンが回るときは動画の書き出しの時だけです、うん、だからほとんど、まあ、昔のインテルマックっていうのは、まあ、それこそエクセルとか使ってる時にボンってなるような、そういうことも結構あった、そんなぐらいじゃ全くびくともしません。びくともしませんね。なので、うん、そういう、それを体験するとですね、あの、やっぱ作業、なんていうんですか、環境、作業環境は変わる。もう変わる。すごい変わる。ストレスも変わるし、ストレスが変わる。なんかちょっとやってる間にコーヒーでも飲む、ああできてるみたいなぐらいのスピードです。あと、はい、そのパームレストって言われているこの、あの、手を置くところ、ここ、ね、うん、下のところ、ここ、インテルマックをお使いの皆様、熱くないですか？ポカポカする。あまりポカポカじゃませんか。それもほ、もうないです。僕はないんで、体感したことがないので。なので僕は結構、もう今回 M2 シリーズって、まあそこそこ出揃ったんですよ。うん、その超プロ向けっていうのはまだないんですけど、うん、プロ向けぐらいまではもう網羅しちゃったんですね、うん、ラインナップとしては、うん、それを考えるともうインテルからは、インテルマックから卒業してこちらの方に来ていただいてもいいんじゃないかなっていうのが本当に思うところ。まあデザインとか設計とか、うん、まあ 3D とか、うん、あと動画とかその辺のソフトを使うことが多い人は、まあやっぱり M2 の MacBook Pro にするとかなり日常のストレスは減ると思う。うん、減ると思う。で、うん、あと昔ですね、インテルの場合ブートキャンプって言ってですね、Windows を別にというかですね、はい、Windows を立ち上げられる機能。この中で Windows を立ち上げられる。はい、機能あったんですけど、今パラレルズとかね、いわゆる仮想ソフトで、うん、はい、それがほぼ実現できるようになってきているので、まあ、そういう風な使い方をしている人も、ね、もう、M シリーズの Mac に乗り換えても、うん、まあ、よっぽどのことがない限りは困らないんじゃないかなというところまで来たと。結構ウェブデザイナーさんとかで、うん、そのブラウザでどういう風に見えるかの検証が必要だから、はいはいはい、パラレルズですね、Windows を Mac の中で起動させて、うん、でその状態を見るみたいなことも必要になったりするから、まあ、どうしても入れなきゃいけないっていう人もいたと思うんだよね、うんうん、なのでそういう人にももう環境はいよいよ整ってきているので、でまだ今この段階でね、そのプロ、うん、プロマックスまでチップが揃ったので、うん、まあ、ここはいよいよ買い時ではないかなというふうには思いますね。うん、で、まあ、MacBook Pro なのか、うん、MacBook Air なのかですけど、MacBook Air というモデルがですね、はい、これが去年の6月、だから2022年の6月に出ているモデルですね。はい、これがね、M2 チップを搭載した最初のモデルということになります。うん、そうなんですよ。で、まあ、これから Mac デビューしようという人もいるかもしれないし、うん、MacBook 買いたいという人は、まあ、これからさ新学期、やっぱ学生さんもいると思いますし、でそうなるとさ、やっぱり4年間耐えうるものをできれば使いたいって思うと思うの、ね、うん、であとはやっぱりこう身軽に持ち歩きたいなってあるのがあると思うんだけど、ちょっとねこれ横から見てほしいんですよ、この違い。ざっくり見てもわかると思うんだけど、まあね、うん、とにかく MacBookエアは軽い。薄くて軽い。薄くて軽い。で、重さ自体はですね、こちら 1.24kg。はい。はい。で、14インチの MacBook、まあこれ13インチなので、14インチ、うん、まあほぼ同じ、ちょっと大きいぐらいなんですけど、うん、それの、MacBook Pro、M2 Pro と M2 Max のモデルがある。うんうん、これちょっとね、重さ実は違うんです。うんうん、0.3g だけ違うんですけど、1.6kg ぐらいなんです。だいぶ違うよ。はい。で、ということは、300g 近く、300g ちょっと違うわけですよ。うん、で、ちょっとちっちゃいペットボトルぐらい、まあ。そうそうそう、まず違うじゃないですか。うん、でも、いや、300g だったら別に変わんないよっていう人いるかもしれないですよ。ただこれ持ってみてくださいこれね、持った感じが違うんですよ。ちょっとそれよろしいか。はいはいはい、どうぞ。これはですね、私これ本当に嘘じゃなく、うん、ここやるとここ手震えちゃうんだよね。うん、まあそうね、そう、まあちょっとずっしりですね。あと厚みもあるのでどうしてもこう、そうね、バランスのもなっちゃうし、であとこうなんていうのかな、あ、
パソコンだなっていう感じ、うん、まあ僕はこれ持ってるんで、うん、いつも持ってるんでこれでも僕は軽いと思うんですが、うん、これはもう本当に軽いのよ。だからもうなんかもうこのぐらいあってもいいぐらい、ね、本当にねそれは思う。もうどっちかというとペラペラに近いぐらいだと私は思ってて、うん、ちょっとあれよもう朝の通勤電車に乗るの不安になる。あ、折れちゃうんじゃねえかって、うん、多分曲がると思う。うん、だそのぐらい軽いの。であとはもう力の分散の問題だと思うんだけど、ね、すごいねこうモデルとして軽いんだよ。僕がよく実感するのが僕バッグにね、うん、マックをスッて入れてるんですよ、うんうん、で使うときはこういうふうに上に持ち上げるやつ、はいはいはい、で、まあ、これは普通に持ち上げられる、うんうん、このね MacBook Air を取り出すときまずさこう掴んだ時の、なんかこの薄さで、うん、全然違う。この感覚、これがね、毎日持ち運んだりすると結構違うんですよ、これ。全然違う。だ正直、私、だから、M1 の MacBook Pro 使ってたわけですよ。はいはい、M1 Pro 使ってましたよね。M1 の MacBook 使ってたんだけど、もうね、リュックに入れるのがちょっと嫌になっちゃったの。うんうんうん、重すぎて。重かったね。で、朝はいいんだよ。勢いよと出かけてるから。もう帰りが辛い。帰りになると思うかも。体が重くなっていくからね。疲れてる。なんでこんなにカバン重いんだ。同じものしか入ってないのにっていうぐらいなんだけど、MacBook Air は、うん、M2 の MacBook Air は、あれ私、Mac 持って帰ってきたっけっていうぐらいの。そうなんだよね。軽さなの。かなり軽いんですよ。うん、で、割といた。ちなみにですけど、16インチになると、もう2キロを超えてしまうので、まあ、これは覚悟をして買ってください。まあ、制作現場だよね。そう。現場で持っていくとか、まあ、大画面でいろんな人に見せたいっていうのも、とか、そういうのも、まあ、映画監督さんとか、うん、あと、まあ、写真でね、フォトグラファーの方とか。まあ、ただ、16インチと14インチって、性能自体ほぼ一緒です。たまにちょっと、機種じゃない、ソフトによって、どれだけ熱を加えるかによって違うかもしれないんですが、ほぼ一緒。はい、なので、まあ、これはサイズによって、もう自分の使いたいサイズによって分けて使えばいいと。まあ、あとはこの MacBook。で、一応 M2 の MacBook Air あるんですけど、M1 の MacBook Air って前のモデルですね。前のデザインのモデルも一応併売はされております。併売はされてます。で、もっとお安く、Mac を楽しみたいという人にとってみると、うん、M1 もですね、だから M シリーズになって僕ら変わったってめちゃくちゃ変わったって言ってるじゃないですか。その恩恵はだいぶ受けられるので。ただ、M1 の MacBook Air と M2 の MacBook Air は結構大きくデザインが違うんですね。そう、デザインが違いますね。これはもちろん好みもあると思うっていうことと、私はこれちょっとこう、なんだろう、ケースで考えるとね、うん、で例えば自分は今オフィスで、営業とか、まあ、企画とかの仕事をしてますと。うん、で、そういう感じでこう結構いろんなとこにこう回る。うん、で、今 Mac を持ってない。みたいな形だったら私 M1 の Air からスタートでいいと思うんですよ。うん、なぜなら、社会人は2、3年後にすっと買い替える余裕があるかもしれないから。あ、もしかしたらね、お金をね、自分で稼いでとか、うん。とかっていうことができるかもしれないから。うん、ただ、大学で4年間、この1台でやっていくってなった時は、ね、M1 の MacBook Air ではなくて、M2 の MacBook Air にした方が、先々いいと思う。そうだね。まあ、これはやっぱりデザインって、実はまあ、3、4年は基本変わらないんですよ。1回変わった時に。フルモデルチェンジをしてるんで。うん、そうすると、まあ、デザインとしても古くならずに、うん、まあ大学生活はこれで乗り切れるかもしれないし、まあもうそれでね、すごい Mac を使うようになって、うん、もっとパワフルなものが欲しいとか、なった時には買い替えが必要かもしれないけど、うん、これあれば、僕、自分のね、ウェブの記事にも書いたんですけど、8割の人は絶対満足できる。絶対そうだと思う。と思う。で、私は実際にこれを海外に持って行って、取材の時も持ち歩いて、うん、これで、例えばまあ、10分ぐらいの動画っていうのを、もうどんどん入れながら、編集しながら移動するっていうことをやってたけど、全然頼るし、うん、あとバッテリーの持ちもめちゃくちゃいい。長い。で、そうなんだよ。それね、ちょっと言っときたい。はい。それは、さっき言ったインテルとのお話で言うと。うん、もうインテルとはもう、もう運転のさ。かぶったぞ。まあ、かぶった。いや、でも本当に、前さ、俺本当に15インチの MacBook Pro でインテル製持ってると、うん、2時間ぐらいで終わっちゃうのよ。まあ、本当に作業してたの。なんか、インテル使ってる時は、街でいつも電源探してた。そうそう。で、スタバとかでも電源のある席開かないかなと思って待ってたけど、今ソファー席でこうやって。もう俺基本もう使い方が完全にデスクトップ機として
使ってたのもう Mac だったのに。インテル系の。でも、M2 の、M2、M シリーズだね。の、あの、MacBook Pro、MacBook Air もそうですけど、うん、電源なくてもですね、フルパワーで使えるんです。うん、で、それが長く持つっていうのは、うんうん、本当にすっごい、もうこれはね、革新的に使い方が変わった。私は、本当に M2 の MacBook Air 大好きなのね。今までそんなに Mac 大好きっていう気持ちになったことがないんだよ。うん、なんか、まあ iPad がすごい好きで使ってるし、うん、まあ今も好きなんだけど、この M2 の MacBook Air は、すごいちっちゃいけどパワフルっていう感じだから、うん、イメージで言うと軽自動車なのに燃費が良くて安定しててスピードも出るって感じ、うんうん、おまあだからまあこれは本当にねおすすめしたいんだよねしたい、うん、M2 の MacBook Air は、うん、充電の形式もとても良い、うん、ああそうなんですよ、うん、これはあのまあこれはインテルの人はね、うん、おなじみというかねあ懐かしいなと思ってマグセーフそうマグセーフがまた復活したんですよそうなんですよマグセーフ充電になっているので、うん、例えば自宅で充電しながら C のポートいくつも使いたい時あるでしょそうなんだよなでそういう時にも結構 C のポートが潤沢に使えるっていうのがあってそうなんだよな、うん、これもあのインテルの後期には、うんまあ、USB-C しかなくなってしまって、はい、で M1 の MacBook Air は、うん C のポートが2つで、はい、それね1つ充電のポートとしても使わないといけないので実質なんか1個しか使えないみたいなこともあったんですけど、うん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 、その M2 の MacBook Air からは C のポート2つに別にマグセーフの充電ポートがついたので、はいまあ、C のポートをフル活用できる、ねうん、ようにできるようになったからでかつ例えば出張に行くとか、まあ、そういうことであればマグセーフのケーブルを持たなくてもそう別に C のケーブルが1本あれば充電できるからそれでもできるからそうバリエーション増えたよねそういう意味で、ね、マグセーフ充電もできるし C の充電もできるし、うん、C のポートを2つ使うこともできるっていう、うん、結構幅広いと思う幅広いやっぱりエアーもおすすめ未だにおすすめな私はもう一番おいしいですあの子が一番これだからあのなんだろう可愛くデコってるのもやっぱり愛着があるからで、うん、今までマックでこんなにデコったことはありませんそうだねなんか俺はゆずきさんはやっぱあんまりマックに愛がないそうっていうイメージがありましたけどた今回の M2 MacBook Air はすごい大事に使ってるなという、うん、みんなにどうって聞かれたらいや買った方がいいよって、うん、すぐ即答できると思うしであとはね、知識がちゃんとある方だったら Mac はリセールバリューが あるから、ねまあ、いわゆる要するに何年経っても、まあ、ある程度の、まあ、月日が経っても高く売れやすいんですよ、うんうん、中古の市場がねなので、まあ、M2 の MacBook Air を買ってみてで大学生活でいろいろやってみてあもうちょっと映像やりたいなとか、うん、クリエイティブなことやりたいなプログラミングゴリゴリやりたいなってなった時にそれを売って M2 のプロにするそうすると差額で買えるわけだからね、うん、そうで、その2年間は一番いいモデルを使うことができるし、まあ、リセールすることを考えるんだったら M1 よりも M2 を先に買っておいた方がいいと思うんだよね。そうね。最初の投資はちょっとあるかもしれないけど、実はその中では、またリセールした時に、うん、その分、次の Mac 買いやすくなるみたいなこともあるかもしれないからね。そうなんですね、うん。今、後払いとかもあったりするので、うん、まずはいい機種を使ってみるっていうことは結構大事かもしれないと思う。うん、はい。はい。というわけです。うん、まあ一応、新しく出た Mac についていろいろおさらいをしつつ、はい、まあどんな人にこれ買ったらいいよみたいな話をしましたが、うん、ちょっとまとめとして、うん、まずこれから学生さんに向けて、はい、大学これから入るよと、まあ高校でもいいですよ。バリバリ僕はパソコンやりたいから Mac 欲しいんだ、うんうん。この人には一番何がおすすめかというところをちょっとまとめてみたいんですが。MacBook Air M2 ですね、はい、これは異論がないです僕も異論がないです、はい、4年間3年間とか使うには、うん、まあ最新のデザイン、うん、そしてバッテリーの持ちも考えたら、うん、M2 MacBook Air これはなんかちょっと高いけど、うん、もうこれ買っちゃった方が幸せになれそうな気がするそんな気がしますうん、はい、なんですね、うん、はいで続いて社会人今度入社します、はい、新社会人ですねいいですねそういう方にはどれが行きたいですか M1 MacBook Air または M2 MacBook Air Air やっぱり Air、はい、Air シリーズをおすすめしたいです、ねまあ、予算的に、まあ、ちょっと、うんまあ、M1 の MacBook Air 買ってみて、うん、でこれで良かったら M2 に切り替えるっていうのもいいですし、うんまあ、1年2年経ったら切り替えてもいい、まあ、いいデザインだから M2 を最初から使いたいっていう意味でもいいと思う、うん、どちらもバッテリーはすごく持ちます持ちますねはいそして、まあ、クリエイターの人、
まあ、やっぱり動画編集僕バリバリしたいですとか、まあ、3D のものを動かしたいとかいろいろ、まあ、Mac に求めることがかなり強力なものを求めている人には、はい、やっぱりね14インチ16インチの M2 Pro 以降の、はい、MacBook Pro をおすすめしたい。でこれなんでかって理由があるんですよ。 M2 のチップって必要なエンコーダーとかそういうものの数が違ってですね、やっぱりパワフルになるのはやっぱり Pro 以降のモデルになるんで、まあ、Mac mini も今回で言うと入ったので、はい、Mac mini も選択肢に入ると思うんですけど、 M1 Max の機種を使ってるんですよ。で僕もこれで動画編集ゴリゴリしてます、うんうん、ですごく快適なので M2 Pro に M2 Max か M2 Max に行きたいなと思うんですが、実はちょっといろいろデータを見てみるとですね、うん、M2 Pro も相当動画制作には使えるぞというのがもうすでに分かってるんですよ。でやっぱりさ M2 Max になると高いんで、うんうん、もうすごい高いんですよ、まあ、50万クラスですよ、いろんなものを積んでいくと、うん、だから M2 Pro のモデルでも動画編集 4K の編集とかやる分には問題ないです、まあ、必ずクリエイターには MacBook Pro がおすすめで、うん、まあ、M2 のプロなのか、うん、MAX なのか MAX なのかっていうところになった時に、ね、MAX までいかなくても相当戦えると思いますよ、うん、僕は、うんうんうん、で最初の投資額をどれだけにするかっていうことなんで、まあでも4年間ぐらいじゃあもうこれゴリゴリこのマシンでエグゼ積んだったらもう結構いいものを積んじゃって、うんうん、MAX にしちゃってもいいと思うんですけど、まあ例えば2年ごとに買い替えようかな、新しいチップ出たら買い替えようかなって思ってる人は、うんうん、プロでも相当もう体感どのぐらい変わるんだろうって思っちゃうぐらい、うん、だと思うんで別にお勧めしたいな。あとはその MacBook Pro は使ってみてから、うん、その一番ハイスペックをもうやりたいっていう人はもう決まってるじゃない、ね、例えばもう映像を絶対にこれだけ使うっていう、うん、もうコストパフォーマンスが自分の中で見えてる人は、うん、その M2 の Max でいいと思うんだけど、うんうん、まあ、動画制作しててこれから本格的にやりたいなとは思ってるけど今まだちょっとそのどのスペックにしたらいいかわからないなっていう人は、うん、まず普通の M2 Pro、 M2 Pro でも多分ほとんどストレスないと思いますよ、僕は。あとは14日間であれば、あ、返品も、まあ、試してみてね、うん、本当に自分の例えばやっぱ自分はもっともっとハイスペックのものが欲しかったってなれば、うん、それに買い替えることも。だって正直さ、店頭では自分のやりたい環境での作業ができないから、うん、分からないじゃない。うん、だからファイナルカットプロを動かすのか、うん、それともそのラッシュを使うのか、まあ、動画編集でもダヴィンチ使うのかによって相性とかも結構違うと思うので、自分の環境を一回入れてみて、使ってみて、いや、思ってたよりってなったらちょっと上に行くとかね。うん、そういうのもできるので、M2 プロが今回いろいろなところを見てみると相当パワフルだし、そうだね、マックスまで使い切る人、僕もこれ実際 M1 Max 使い切れてるのかと言われると、うん、そのスペックをね、僕はスペックを重視して買ったのにもかかわらず使い切れてないかもしれないとか、うん、若干思ったりするんですよ、うんうん、そうなると、まあ、今回はそれを僕のね体験を元にして言うと、はいはい、M2 Pro でもほとんどの動画制作をしている人にはあんまりストレスを感じずにいけるんじゃないかな、ね、特にインテル Mac でですね、うん、動画編集とかをやってる人にからすると、もう M2 Pro でも相当快適だと思いますので、僕はクリエイターの人にも M2 Pro で、今回は Mac mini あるんで Mac mini もう自分の環境今揃ってるよっていう人は Mac mini を投入しちゃうっていう手もあると思います。そうするとまあ比較的安く新しい環境が手に入るっていう意味ではいいんじゃないかなというふうに。まあ、ちなみにですね、うん、ちょっと亜種的な考え方なんだけども、うん、イラストレーターさんでちょっと動画作ってますみたいな人見たりするじゃない、うんうん、私そういう場合は MacBook Pro に振り切らず、うん、M2 の MacBook Pro と、うん、iPad っていう選択肢もあると思う。あ、 M2 の、ね、MacBook Pro もありますし、そう、うん、と、まあ、iPad で絵を描いて、うん、でそれをこっちに読み込んでいろいろ作業するみたいなこともできるようになるから、いろいろ考え方あると思うんだけど、そうね、そういう組み合わせもありだと思う。バリエーションとしてはね、うん、まあ、新しいデザインも欲しかったら M2 MacBook Air と iPad でいいかもしれない、ね、それもいいよね、そういう取り合わせもある、ね、デバイスは増えるけど、うん、その
使い方によってその日の使い方、例えばそんなに、うん、MacBook でいっぱいテキストを書いたりとか事務作業をする必要はないけど、うん、外にちょっと出るからメールチェックもしたいし、あとなんかちょっとこうイラスト書いたりとかもしたいっていう時は圧倒的に iPad がいいと思うし、うん、漫画家さんで使ってる人もすごく多いの で、うんね、組み合わせるとかなり幸せになれるかも、うん、いいかもしれない、うん、そういう組み合わせもあって Mac と、まあ、他のデバイスをうまく使うとさらになんか便利になったりはするよね、うん、予算的にね、うん、こっちはやっぱお高いね、お高いからね、そこをどういう組み合わせだね、確かにそれはいいあると思いますね。ガジガッチ学生の皆さん、うん、今ならおすすめです。2023年4月10日まで新学期を始めようキャンペーンというものをやっております、うん、これはですね Mac を買うとですね最大で2万4000円分の Apple ギフトカードはもらえるんです、まあ、Apple でお買い物ができるギフトカードが返ってくるから、まあ、これで AirPods 買ったりとかできたり、まあ、新しいバッグみたいなのを買ってみたり、アクセサリーを増やすのに使える、ね、でもちろん iPad を購入してもこの最大1万9000円分もらえたりするので、はい、大学生の皆さんはですねぜひですねこの機会だったら、それを利用して買うと、まあ、いろんなものがついてくれる、そうな、うん、いいんじゃないですかということでございました。はい、ガジたちではこれからもこんな感じのレビュー雑談をしていこうと思いますので、うん、面白かったという方、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。というわけで今回の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。この動画を気に入っていただけた方は、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。番組へのメッセージは Twitter@ガジェタッチでお待ちしています。